小さい頃はブラックジャックを読んで医者になりたいとも思い、メジャーを読んでプロ野球選手になりたいなと思った。名探偵コナンを読んでも探偵にはなろうとは思わなかった。 IQ が低いゆっくり霊夢です。こうして見ると流されやすい性格をしていることがよくわかりますぜ。結局のところ、医者にも野球選手にも、ましてや名探偵にもなれなかった哀れなゆっくり悟りです。今回は三国志小話として、曹操が五冠末期の時代に復活させようとした非人道的刑罰である肉刑について紹介していくわ。まあ話の都合上、ちょっとグロいお話になるので注意してみてね。私の嫌いなタイプのお話ですよ。じゃあまずは肉刑という刑罰の中身について紹介していくわ。この刑罰は罪を犯した罪人の鼻や手足を切り落として欠損させる刑罰のことよ。まあ単純な例で言えば、例えば泥棒で捕まった人がいたとしましょう。その泥棒は肉刑を受けることになり片足を切り落とされた。これはその泥棒が二度と足を使って泥棒できないようにするためね。変則的な肉刑として、婦女子に乱暴を働いた男性を去勢することも肉刑の一つの刑罰みたい。この肉刑は古代の刑罰であり、三国志の時代である五冠末期の時代ではあまりにも肉刑は残酷すぎるという理由で廃止されたんだけどね。いやぁ、そりゃあそうでしょうよ。手足を失ってしまえばもう二度と動かすことはできない。確かに罪人に罪はありますが、その罪に対して手足を切るという刑罰は果たして等しいのか、といえばもう私の口からは何とも言えませんからね。じゃあいよいよ本題に入るわ。三国志の英雄である曹操は漢王朝を牛耳って権力を握ると、彼は中央の役人たちを集め、肉刑を復活させたいと思うがどう思うか、という議題を提出した。これに対して中央の役人たちは大いに賛否両論の意見を出したわ。それこそこの時の有力者で言えば陳軍、昌陽、といった人物たちは肉刑賛成派であり、徳がある王老、そして名声がある交流は残虐すぎる刑罰としてこれに反対した。もう議論が収拾つかなくなるほどにね。むむむ。なぜ曹操は急に肉刑を復活させようとしたんでしょうか。そもそも残虐という理由で過去に廃止されたんですから。その理由ももちろん述べられているわ。曹操は、その昔、陳貴が死刑には恩愛をもっと増やすべきである、と言っておったが、陳貴の息子の陳軍にはこの父親が言っていた意味がわかるか。と聞くと、これに漢王朝の重臣である陳軍は、私に父はこのように常々おっしゃってました。その昔、漢王朝は残虐な肉刑を廃止してその代わりに鞭打ちの、刑罰を増やした。これは本来は肉刑という残虐な刑罰を廃止して恩愛を増やす目的があったが、かえって鞭打ちの刑罰で亡くなる者が多くなる結果になった。これぞ刑罰の名前が可愛ければ罪を減らすことができず、刑罰が重ければ民が傷つくの典型的な例だ、と。殺人を犯した者を死刑にする。なるほど。確かにこれは道理に、かなっております。しかし人を傷つけた者を鞭打ちの刑罰で亡くならせるのは道理が通ってない。もし古代の刑罰である肉刑を復活させ、みだらな行為をした者を去勢し、盗みを働いた者の足を切れば、この刑罰を恐れて誰も罪を犯さなくなるはずです。まあもう現状すべての罪を肉刑にすることは不可能なので、適当な罪の罰則を次々と肉刑に変えるべきかと。まあ殺人の罪だけはもはや救いようがないので死刑でいいとして、その他の死刑囚も肉刑の刑罰を受けさせて救わせるべきかと。今現在、鞭で人を死なせる刑罰を肉刑の代わりとしていますが、これは人の手足を重視して人の命を軽んじるわけのわからぬ制度です、と主張したの。陳軍の主張によれば、肉刑は残虐すぎるからという理由で鞭打ち刑が追加されたものの、鞭打ち刑で死ぬ者が多くいると。これって本当なんですかね。まあ本当だとは思うわ。今現在、世界を見ると鞭打ちを刑罰として加えている国家はいくつかあるわ。しかし人によってはたった一発鞭を受けただけで気絶する人がいるみたい。当然こんなもの、何発も浴びたら骨が砕けるわ。亡くなる可能性も高いし、そうじゃないにしろ重篤な障害が残る可能性も高い。
なのでムチ打ちを採用している国家はこれを慎重に用いているケースが多いの。例えば医者をムチ打ちの刑罰をしているそばに置いて罪人の様子を観察させたり、罪人がもう無理だと言えばムチ打ちを中止したりね。こうやってムチ打ちを人道的に行っているわけ。しかしこの三国志の時代においてはムチ打ちはその罪に応じて決まった回数打つ刑罰なもんで、そりゃ相当数の人が亡くなったでしょうね。こんなもん実質的な死刑みたいなもんよ。殺人を犯して死刑なら何ら問題ないけど、たかが傷害罪程度で死刑になるなんて問題だろ。って陳軍は言っているわけね。むむむ。ムチ打ちが刑罰として見合ってないからこそ、肉刑を復活させようと。まあしかし肉刑反対派の残虐な肉刑を復活させたと国民が知れば、民たちはこれを恐れて外国に亡命するかもしれない。やら、肉刑を受けても罪を更生することなどせず、自分の傷跡を見るたびにこれを恨むわずだ、という意見が多く出たので結局のところ肉刑は復活しなかったんだけどね。肉刑は確かに残虐な刑罰です。しかし同時にムチ打ちも残虐な刑罰だったとは。そして時代が下って現代は懲役刑ということになったというわけですね。さていかがでしたでしょうか。今回のお話は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。現在ではもう肉刑が復活されることはまずないでしょうが、もし肉刑が復活したとして犯罪率ってそんなに減らない気もしちゃいます。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。